ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。こんばんは、ストーンズ田中樹です。コーチーゴです。はい、ということで上半期もう残り1ヶ月。早いね。もうだからてかもう1ヶ月もないですよね。ないね。だって入っちゃってますからね、うん、あと何週間、3週間ぐらい、3週間、3週間ちょいだったばっかだからね。そしたらもう半分終わりです。今年考えられない。早くない？この間ジャニーズカウントダウンとかやってなかった？いやマジで、そう本当にこの間なんかさ、楽屋でその話しなかったっけ？いや、したんかな。なんかしたんだよ。早い、この間カウントダウンやったばっかだよねみたいな話してて。いや、そうよ。もうスケジュールを見たくないもんね、なんか。びっくりなんだよ。怖いもん。そう。だからこの間さ、ちょっとさ、ソニーチームストーンズ、ソニーとかさ、ストーンズとかマネージャーでさ、まぁ、ちょっと今後の、その、どういう風に進行していくかみたいな打ち合わせしたときに、もうだいぶ先まで話したもんな。いや、そうなんかね、そう思った時に早と思ったよ。本当はさ、ワクワクする話なのよ。本当未来のことだから。そうだから話してるとワクワクするんだけど、いざその何月とか見ると、えなんかそう大学のね、レジュメみたいなものがちゃんと作ってくれるの、資料をね、うん、それを見るとね、1ヶ月ってこんな短かったっけって思うぐらい、もうやばい、なんかすごいよね。怖いわ。いやだからコーチとキモがそのなんかさ、俺はちゃんとは把握できてないけど、その牛タン、冷凍の牛タンだけどうこうみたいなジャムったリモート放送があったわけでしょ。ああ、まあ確かにあれ伝説の神回ですからね。そう、もう神回というか外れ回というか。それから半年がもう経ってる。あれから半年か。まだ鮮明に覚えてるけどな、俺冷凍庫から牛タン持ってきてカン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 やってたの。そんなのはなんか噂で聞きましたけども。そうそう、リズム奏でてたからね。全然だから、その2、3週前の感覚じゃないですか。いや本当にそうよ。もう常軌を逸した速さですよ。早い、本当にそうじゃない、マジでそう。まあコーチの上半期といえばとりあえずワンピースじゃない。いや、まあ上半期っていうか、まあ今も続いちゃってんだけどね。止まんねえぜ。あ、もうこのまま下半期も当たり前よ。あっ、でも何それ、アニメの2番手キャラみたいな喋り方、何もうね、止まんねえよな。上半期はもうとりあえずさ、まあラジオの話もそうだったけど、多分もうワンピース尽くしだったじゃないですか。はいはいはい。だからそのさ、お前、今日1時間前に入ってワンピース見てた、うん、あ、そうは？あの、そうスタッフより早く見てた。俺初めて来て、ここのブースが暗かった。本当に？そう。何お前それ。仕事が巻いたのよ。家帰る。いや、家帰るっていうマネージャーから来たんだけど、あの、もういいよっつって向かって、その移動中の車で1時間ワンピース見て、続き気になるぜっつって、ここ家行きようよとね、ブース入ってきたら誰もいなくて、一人でその小部屋で、うわ、あの黄色で覆われてる小部屋。そう黄色小部屋で、黄色小部屋でガンガン見てたら、徐々にスタッフさんが出勤してきた。ああ、そうで、去年からワンピースを見始めたんだよね。はいはい、そうそれはアニメで1話から追い始めて、今漫画で言うと7年前にやってたところを、あ、そうお前は今週のジャンプ見たみたいなテンションで言ってくる。前回話させていただきましたね。あれ、それお前7年前だからね。あ、な、びっくりよね。ジンベエってさ、仲間になんだ。7年前な。いやマジでビッグマム怖えと思ったもん。ガルさんやばくないって言ってさ、いやお前7年前の話、俺らの7年前をお前今週のお前はジャンプみたいな感じで言ってくるから、温度差やばいんだよ。だからまあね、いや楽しかったよ、めちゃくちゃ楽しかったんだけど、だから俺らからしたら7年前なのよ、そこは。いや、そういうことだから振り返りになっちゃってんのね。そう、でも俺はね、ああ、あったなーっていう感じなんだよ。俺ら、俺は今タイムリーだろ、すごい。でお前だけ今週のジャンプみたいになってんだろ。お前だけ全然喋れる今のテンション。今どこら辺まで行ったんですか今は、ね。まあ、ちょっとネタバレ嫌な人いたら一瞬我慢して、ね。まあ、7年前のことだからネタバレ気にする人いるかもしんないけど、まあまあいいよ、まあまあまあ、俺は今ね、ジンベイがね、海流を作ってビッグワンから逃げるってとこなんだよ。いや、超悪っ。あ、じゃあもうジンベ仲間になるか問題は分かった。いや、もうそうなのよ、そこはもう分かっちゃって。あ、そうですか。あの魚人族のあのみんなかっこいいし、ジェルマシックス、うん、あいつらなんだよな、マジで。大嫌いだったんだよ。大嫌いだったよ。なんであの涙ちょちょ切れること最後。あれ違う、お前7年前なんだって。遅い、うん、ダメ、その熱量やめてくれる。
マジで。その俺らが7年前だったっていうのを考慮して喋ってくれないと。あ、ごめんごめんごめん。同じ温度感求めてこないで。温度差ちょっと合わせられないのよ、うん、俺。で、もうちなみに今、その、本市の方、うん、今住んでる方、現在進行形のもうえぐいみたいです。いや、そう。えぐいのよ。だからさ、この間美容室行ったんだけどさ、あの、ワンピース見ながらやっぱりさ、カラーやってもらってたのよ。まだそこなんすねとか言われて。あ、言われた？そう。こいつ、言っていいですかとか言われて、めっちゃ煽られて。お前絶対言うなよとか言って。もうね、えぐいんですよ、今。とりあえず。いや、だって俺さ、今からさ、ワノ国へ行くぞーってところなんだけどさ、はい、それが終わったんでしょ、噂によると。もう、もう、そんなのはもうと、解決してます。マジかよ。そこも踏まえてすごいことになっていきますから。え、ちょっと待って、これ聞かせて、ジンベって合流するの。やばいって、お前。やばい。やばいよ。やばい、これ。その話が。遅い。遅い。マジかよ。し、その、なんかその、なんかその温度感が嫌だよね、気持ち悪くて。なんかルフィがさ、死ぬまで死ぬなよっていう意味わかんないセリフ残してさ、はぁ、あ、早く見てじゃあその温度感が嫌なんだよな、お前のその、俺らが7年前じゃなくて、なんかお前らも今だろみたいなテンションで来るじゃん。いやでも多分日本中探したら俺と同じテンションの人いると思うよ。いや、まあ中にはいると思うよ、うん。けどその人はきっと周りの人をその温度感に巻き込まない。確かにね。うん、確かに。内々で宇宙中に重ねてるってことね。うん、そうよ。そうよ。うん。7年後まで進行してるとは思ってるよ。だお前は、あれなんですよ。7年後にお前と話すと今のところで興奮する。ああ、まあ確かにそういうことだね。7年後に今のところ、今俺らが見てるところで興奮するお前をもう俺は見てられない。でもね、すげえね。もう見たくない。うん、でさ、その、カイドウがさ、やめろってお前、おい CM 行って頼む。あとね、まさかルフィが、やめろって、あー、まあ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 、言わないですよね。ありえないわ、ほんとお前、うん。ダメよ。これありえない。まあまあ、続きは言わないですよ、じゃあ。続きは言わないですけど、もうすごいことが待ってますから。いやでもほんとワンピースのおかげで俺。お前、何？お前多分やばい、興奮すぎて、おえつくすると思う。マジで、うん、もうすごいことになっちゃうと思う。うわー、早く追いつきてー。いやー、てか、ワンピースはマジでね、年々すごくなっていくからね。いや、すごい。でもね、ほんと今ね、ワンピースのおかげで俺今仕事頑張れてるもん。じゃあ、あの時の興奮を今の興奮が確実に毎回上回る。あ、そう、それはすごいよね、やっぱり。やっぱさ、なんかドレスローザインとかいろいろあって興奮するけどさ、それをしっかり超えてくるのがワンピースなんだよね。そうよ。空島の時とかめっちゃ興奮したでしょ？エネルの時とか。あ、エネルめっちゃ興奮した。あれをだって超えてくるわけじゃない？超えてくるね。ずーっと。でも逆にその時思い出してもまたおもろいみたいな。いや、おもろいね。俺ね、逆にこの間ね、ちょっとなんかその、シャボンディンとかね。あ、シャボンディンね。もう一回再集結するとことか、ちょっとお前がアニメで見てるっていうから。あ、レイリーのところね。そう、ちょっと見たりした。うん、けど、おもろいね。あれおもろいよな。やっぱおもろいね。しかもさ、なんか、戦ってるじゃん。餅と。餅と戦ってるじゃん。はいはいはい。あそこでさ、レイリーの修行がさ、出てくるじゃん。片栗とね。そう、片栗とさ、戦ってる時に見聞色。見聞色ってこれのことだったのかって俺は思ってさ。ああ、そう、そうか。そうか、そうか、そうか。いろいろね。そう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 。発揮していくからな、力を。これから楽しみだね。いや、こっからどんどんおもろくなっていくよ。いや、楽しみです。まあ、あとあれですかね。まあ、ちょっと私事ではあるんですけども、まあ。田中樹ボクシング人生再びわ発表されてました。そう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 。まあ、昨年ね、上演された、その、うん、セクシーゾーンの菊池風磨とや、一緒にやる舞台、ドリームボーイズが、まあ、今年2022年9月から、再び東京帝国劇場、もそこですね。いや、すぐそこですよ、日本放送もすぐそこ。が、もう一回やるということで。素晴らしい。そうそうそう。で、まあ、ちょっとこの間、取材日なんかあって、こう、柔軟しとったりとか。インタビューやったりして、うん、それが徐々にワイドショーとかでも出始めたのかな。うん、でも本当早いね。あれからもう1年経つんだもんね。それなのね。それなの。それだよね、マジで。俺はマジでそう。ねえ。で、まあだから去年の今頃ですか。だからまあこの舞台のためにリビングが筋トレ器具でこうギチギチになってるって話したんですよ。ラジオでも。うん、そう、部屋もう一個余ってるのに、そっちに器具は一切置かずに、うん、あえてリビングをギチらせるという手法を採用しました。言ってたね、そんなこと。非常にセクシーですよね。この手法。エロいですよね、この手法。エロいのかな、普通に。あえてリビング、
余ってんのに使わずに、あえて一番使うであろうリビングをぎちらせるって、こうエロいですよね。いや、多分使い方が下手なんじゃないかなって。大人の余裕ですよ。いやいや、違うのよ。だったら、もう一つの部屋をジムにするのよ。そこは余らせ続けるっていう、やっぱ大人の余裕。大人の男だからこそできる。ちなみに今その部屋まだ余ってんの？いや、余ってるんですよ。なんでかって言うとね。うん、その、まあ、あの、筋トレ器具を何や男子にお年玉としてあげるとか言ってたんだけど。言ってた、言ってたね。うん、まあ、一回、舞台終わって使わなくなったから、俺楽屋にね、その筋トレ器具をこう入れたりしたんだよ、定劇の。あ、持ってってたんだ。そうそうそう、それを帰ってきて、帰ってきて、その余ってる部屋にとりあえずぶち込んだの。余ってる部屋置いてんじゃねえか。で、そっから、処分しまして、それ。え？ダンベル、可変式、その重さをさ、調節できるダンベルは弟が欲しいって言うから、現役で野球やってる弟にあげて、それ以外な、懸垂器具とか、なんか、その他もろもろ、いっぱいある、あったんだけど、大きいの。実家に送って処分しまして。え、じゃあまた、どうすんの？はい、だから今ないんですよ。今ないの？そのもぬけの殻なんですよ。じゃとりあえず、まあ、ダンベルは弟から返してもらうにして。だから、違う違う。だから、東方が決めるからさ、俺がまた、ボクサーって。いや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 。もう一回集めなきゃいけないの。筋トレ器具。だからもうちょうど、だから去年で言うと、6月末とか7月頭ぐらい、7月頭ぐらいから筋トレ始めたのかな、多分。はい。だから、この時、だちょっと早めに始めたいなと思って、もう、始めたいんだけども。いや、もう始めたけどって下手したらって間に合わないんじゃない？ないの今。だからないの、まあね、うん、だから、うん、買わなきゃいけない。いや、別に買わなくてもお金払えばジムってとこ行けるからね。ちえへへ。あいや、じゃ家から出なくていいんだよ、だって。いや、だって今、まあ、そりゃそうだけどさ、うん、パーソナリティ、パーソナルつけてもらった方がさ、正確な筋肉はつくじゃん。あ、まあでも今、だわ。ああ、お前さ、そういうの、あ、これわかんないかな。家でさ、筋トレ系 YouTuber の人の動画流して、うん、その人が、うーんって言ってるのを見ながら筋トレするのめっちゃ気持ちいいのこれやったことないよ。これやった方がいいよ、お前。何？それは気持ちいいの？そう、めっちゃ気持ちいい。なんでこの人が頑張れてるから俺も頑張れるって思うの？じゃあなんかその、うーってきつい人の声を聞くと、なんか自分もきつい気がしてきて。やった気になってるだけじゃないよ。3回で30回分ぐらいの筋、効果出んのよ。あ、でも、気持ちって言うからね。いやいや、マジでそうよ。500ミリのペットボトルでも筋トレできるって言うから、ね、ちゃんとやれば、そうよ。筋肉痛になるって言うじゃん。じゃあ、だからもう、でも、とりあえずもう一回、その、東方がね、決めてきたから俺を出すって。うん、俺もう一回集めないといけないわけですよ。じゃあ、いいんじゃない？去年のドリームボーイズの給料で買えば。それはね、もうないロックだ、こいつ、それはもうないすぐないんだしましたすぐに使うタイプです。じゃあ、お仕事頑張ってください。そうです。だから俺、お仕事一回一回頑張れてます。そうね。もうで、あ、まあ、だ俺もそうなんだけど、あなたもですよ。ああ、そうですね。まあ、ちょっと前に、ね、あなたの場合はちょっと前だけど、もう発表になったの。そうですね、今年の9月は。はい、コーチも舞台に出演ということでございます。出演させていただきますよ。まあまあ、コーチがじゃあまあその題名的なのに言ってください。はい、まあ、東京の日生劇場の方で行われるね、シェイクスピアの原作の舞台、夏の夜の夢というね、舞台に出演させていただきます。これも1トンぐらい、まあ、これはもう9月やんの？ 1 ヶ月。ぐらいやんのか？9月6日から9月末までやらします。うん、それが、日生か。日生。じゃあもうそれもそこよね。だからすぐそこよ。だから俺とお前の間がここなのよ。そう、だから日生とあれで、そう、定期で挟んでるからね。日本放送挟んでる状況なんだよね。だから日本放送も舞台なんかやった方がいいよね。オセロだね、言うと。俺とコーチの時いいよね。舞台、ラジオの時、舞台終わりにさ。まあ確かに。ANN 待ち合わせねっていうことになるわけでしょ。確かに。ちょうど中間地点だからね。そう、いいね。だからさ、あれ、昼飯みんなで食ったりしようよ、いる人。あ、確かに。ね、ちょうど、有楽町、ね、ちょうどここに集合してね。うん、出前取って。確かに。ね、いやでもすごいね、9月で。今日ももう8月みたいでしょ。あ、そう、タイガーだね。今日もやるし。あるからね、まあ、うん、忙しいよね。いや、嬉しいことになんか、みんな、ね、ここで。だから、その稽古とかも始まり出したりとか、その他もろもろの、まあ、それぞれお仕事もあるじゃない。だからもう、ほとんど会えないのよね、俺。いや、そうなんだよね。グループが、まあ、この間、ちょうど、フィールドシティが、ツアーがね、もう完走させてもらって。ぐらいに終わったな、うん。うん。で、そっからグループごとが、なんか、一旦、あれだよね。落ちた、まあ、私の音楽系の、私関連の音楽番組とか。そう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 。それが終わって、レギュラーぐらいだもんね。レギュラー、だからそれこそ、もうレギュラーだけになっちゃうな。いや、だから、数週間に一遍ぐらいのペースでしか会えないんじゃないか。いやー、まあ、寂しいのかな。まあ、だから、
まあ、コーチはとりあえず、久々の舞台だ。シェイクさんの舞台ですか。いや、シェイクさんって、あの、お前ぐらいよ、多分。シェイクスピアの、ね、シェイクさんの舞台に出るわけで。で筋トレしてます？いやいや、あの、別にシェイクスピアのあの、ライサンダーっていう役は、まあ、でも、騎士なあれだから、うん、なんか、強くなきゃいけないとかもあるけど、筋トレとかはそこまでまだしてないかな。でもそのボクシングのシーンはどうするわけ？いやいや、まず、その、先生がつけたやつを覚えるのか、自分たちでつけていくの、どっち？俺らは、先生がつけたやつをっていう感じだったんだけども、なんか、どんな試合すんの？お前、何ラウンドぐらい行くわけ？何ラウンドとかじゃない？お前ってなんかシェイクスピアの話とか絶対したくない？そういうなんか、ないから、ボクシング一切。ボクサーパンツとかグローブは、お前は何色？青？いや、青とかじゃないのよ。俺、どちらかというと剣持ってる方だから、いや、でも、ボクシングのシーン、どう、でも、ボクシングのシーンに剣は持ち込めないわけじゃない。いやいやいや、まあ、鉛の板とか持ち込んでるやつもいたけどね。いや、やんないといけない。いや、まあ、そうよ。どうすんのよ、それは。ボクシングの稽古もやっていくわけ。いや、ボクシングの稽古やんないのよ、一切。うん。それやんないといけないじゃん。すべての舞台全部がボクシング基準って考えないでもらっていい？あ、よくない。あ、そうなの？いや、全部の舞台。舞台ってボクシングやるやつじゃないんだ。違う、お前、タイガがさ、ボクシンググローブつけてやってるとこ見たことある？違う、だから不思議だなと思って、珍しい舞台ばっか出るんだなと思って。どちらかといえば、お前が珍しい舞台出てんのよ。あ、そう、舞台ってボクシングじゃないんだ。違う、ジャニーズのドリームボーイズっていうのが、ボクシングを題材とした舞台になってるから。ボクシングをやるやつ、ステージでやるやつのこと舞台っていうんじゃないんだ。そう、舞台イコールボクシングじゃないのよ。あ、じゃないんだ。そう、ドリボイコールボクシングだけなのよ。あー、そうなんだ。そう、だから勉強にはなった。して欲しくないよ、ね。いや、あれ、勉強にはなった。あ、そう。だから、お前、先輩今までの舞台見に行って、少年たちとかもやってて、うん、なんでボクシングねえんだろうなって思ってた。そう、物好きだなと思ってて。ジャニーズ事務所物好きだなと思ってたんだから。珍しいなと思って。ドリームボーイズだけ、どちらかと言ったら物好きなんだよ。そうですわ。まあ、だから、あれ、冗談さておき。まあ、舞台久しぶりじゃないですか、いや、君。まあ、本当にね、久しぶり。デビュー前だろ。デビュー前だね。最後だったの、それこそ、まあ、次立つ日生劇場にデビュー前、俺らストーンズと、スノーマン同時デビュー、スノーマン。いや、だから、舞台でセリフ言うっていうのが本当に久しぶりだから。3年ぶりぐらいか。てか、あと外部の舞台に初めて出るんだよね。ジャニーズの先輩とか関わってるっていうのが。ジャニーズ制作じゃない舞台というか。そう、うん。だからもう。プロデューサーがジャニー北川じゃない舞台。そう、うん。で、もう主演の人も中村芝さんで歌舞伎の方の世界の方だし、うんうんうん。やっぱそういうなんかジャニーズの人たちじゃない人とやるっていうのはなんか、緊張感あるよね、やっぱり。え、それさ、稽古はもう始まってんの？いや、まだ始まってない。これから。稽古はそうだね、もうちょっと7月ケツとか、8月頭ぐらいからやるのかなっていう感じ。でもなんか仮台本もらったんだけどね。大変。やっぱりね、すごいね。あー、そう。興奮するね、これは。痺れちゃう。やりがいがある。これ頑張ればワンピース見れると思って頑張って。そう、シェイクさんえぐい。いや、シェイク、お前さ、まあ、シェイクさん、まあ、そうね、どの作品もいろいろあんのよ、やっぱり。うん、まあ、シェイクさんえぐいっていうのは結構耳にしますね。シェイクさんえぐいで。うん、なんか、来年とか一回公開したよね、お前がシェイクさんやる。俺がシェイクさんは無理じゃない？ね、もう、お前ほんと決まったら二度と。だってボクシングないんだろ？いや、ボクシングない。これ俺はできないよ。ボクシング基準じゃないのよ。うん、いや、まあ、であとお前あれだね、なんか今クッてのワンピース見えるって言ってたけど、絶対共演者の人に7年前のワンピースの話してる。いや、ダメ、うん、盛り上がれないから。絶対盛り上がらない。だってお前、7年前じゃんって思われるんだよ。いや、だって歌舞伎とかでもさ、ワンピース歌舞伎とかやってるからさ、盛り上がれるんじゃないかな。違う違う、めっちゃ食べてるじゃん。あれはあれなのよ。お前は今アニメで見てて、皆さん、ジンベイが知ってましたってか言うなよ、お前。いや、俺結構喋っちゃうんだけど、あんまり気にせず。お前、やめた方がいい。いや、お前マジで、その舞台中めっちゃ孤独になると思うよ。マジ、しょっぱなはやめた方がいい。うん、うわ、こいつ7年前の話、今週のジャンプみたいな話すじゃんって思われるから。ちょっと変わった子って思われる。これギリ俺らだから受け入れてるだけで。あ、日本放送はギリ受け入れてくれる。そうし、まあ、俺がギリ受け入れてるだけで、ヒエオジはギリ受け入れてない。え、こっちのスタッフ受け入れてないの？ギリ受け入れられてない。え、マジ、うん、大きく結構笑ってくれてるし、バカにしてんのよ、バカにしてんだ。気づかなかったわ。今みたいにしてるよ。まあだからその、俺だけは聞いてやるから。ここだけにしとけよ。ああ、わかったから、じゃあこのブース出たらもう喋んないようにしてる。俺だけはお前7年前じゃねえかよって言いながらちゃんとうなずいててやる。ありがとう。お前がいるだけで心強いよ、なんか。もうワンピースの話はここだけにしとけよ。そうだね、うん。
いや早く家帰ってワンピースの続き見てよな。いや今日頑張れるんだよ、うん、これを何回も何回も唱えることによって今日頑張れるらしい。頑張れるから。さあピッチャー投げました。打った右中間マットパス。これはタイムリーになるぞ。サードコーチャーが腕をぐる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 回す。回ってない回ってないぞ。どうした回したいのに回らないの。肩痛くてもう。肩腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。佐藤健です。気づいたらもうこんな時間。ついつい頑張りすぎちゃうあなたに、今からサクッとしませんか。ハーゲンダッツクリスピーサンドマカデミアナッツスカッチ、ナッツの香ばしさもたまらない。あと一仕事。アロハ横浜2022、6月10日金曜日から12日日曜日、横浜赤レンガ倉庫で開催。現在公式ツイッター、インスタグラムをフォローして JAL ハワイ行き往復航空券とアウトリガーホテルの宿泊券がセットで当たるキャンペーン実施中。詳しくはアロハ横浜で検索。田中樹です。神奈川県出身、3月8日生まれの A 型、僕高知優吾です。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。この時間は久光製薬がお送りしています。野球選手でイケメンってずるいよな。天は二物を与える。神様は不公平だね。まあ俺も二物もらってるけどね。何と何。肩こりと腰痛。不公平すぎるよ神様。肩腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。青山よしのと前田香織、金曜日のしじみポッドキャストで配信中。星野源です。僕の番組の初のイベント、星野源のオールナイトニッポンリスナー大感謝パーティーがブルーレイになります。イベントの見どころ紹介はこの方。はい、私宮森の一押しポイントはミキサー大沢さんの丁寧な暮らしぶりと意外な過去を知れる激おしゃれ VTR です。発売は6月8日お楽しみに。お日の日本放送、関東1都6県にお住まいの方はラジコを使ってパソコン、スマホでクリアに聞けます。まずは日本放送のホームページにアクセス。ありえないことを言う愛犬猫と呼ぶ。ありえないことを言う毎月どっかで名前間違えられてる。ありえないことを言う同級生半分既婚者。ありえないことを言うジングルカフェのトイレで撮ってる。ありえないゲームね、これ。これ MV 撮影中やってたよね。やってたね。これをずっとやってたんですよ、俺ら。ありえないの。ありえないじゃん。ありえない。なんだっけ。ありえない。私のね。私の MV 撮影中にずっとこれやってたんだけど。ありえないゲーム。ただ後半のありえない結構弱かった。弱かったね。弱かったね。名前間違えられるで終わってれば綺麗だったね。やっぱ良かったんだけどね。松本北斗さんって言われてたけど、ね、村松さんって言われたりね。結構あるんですよ。もうね、松村ですってもう言うのやめてます。もうあいつの責任だとしてます、僕は。ってなんだろうね。俺コーチとかの話。あいつ北斗なんだよ。あ、そうなんだよ。俺ね、この間2日前の仙台で話したの。お前は北斗だから松村を間違えられるんだよね。あ、北斗を間違えられることないじゃん。確かにメンバーでも松村って呼ばないもんね、誰も。そう、だからね、あいつは北斗だからね、やっぱ名字を間違えられるんだよ。あー、そっか。そうそう、だからもう俺はもう北斗って言うのが合ってればいいやと思って、もう否定しないことにした。まあ確かにそうだね。そう、もうそれでいいや。それは間違いない、確かに。俺、じゃあ俺もそうするわ。北斗って呼ばれればいいってことだね。そう。もう最初がもう何でもいい。何でもいい。ゴンダワラとかでもいい。ゴンダワラで北斗って言われれば。そう、ちゃんといい。そうすればいい。合ってるってことね。
はい、ということでですね、今夜はストーンズ7枚目のシングル私のリリース直前ということで、まあメンバーからのジングルが今、まあ北斗に流れましたけども、ジングルが復活ということで、まあそれぞれ送ってもらってると思う。今回あれだもんね、クオリティかかると絶対全員オンエアだよね。全員オンエア、素敵、はい、はい、ということでね、まあこの後0時台にはですね、一周限定の特別コーナーもやるのでお楽しみにということで、今夜も生放送なのでラジオ機の皆さんもメールで参加してください。その他にもリアクション、感想メールもお待ちしております。受付メールアドレスは st@allnightnippon.com、st@allnightnippon.com。ストーンズの頭文字を取って st となっています。同じ内容のメールはいつだけで大丈夫です。そして番組ではツイッターアカウントもあります。アカウントはstonesannsat。放送中はハッシュタグストーンズ ann をつけていっぱいつぶやいてください。それでは何つかメールを読みします。まず最初はラジオネームパピープープペッペさんからです。伝説の牛タンラジオ半年経ったんですね、うん、あの日以降2日に1回コーチさんが牛タンを解説してくる夢を見ます。牛タンの知識で頭がいっぱいになって起きる悪夢になっています。それはちょっとすごいな。おいおい、トラウマになってるわけよ、リスナーの。やばいわ、洗脳しちゃったってわけだね。そうだよ、だからお前こういろんな牛タンの知識で頭いっぱいになってって言ってあ、牛タンで息詰まっちゃってる時にあるんだね。夢かって言って汗だくで起きる。汗だくで起きる。汗びっしょり。なんかわかんないけどね。やめろ。いやいや、牛タンそんな怖くねえから。夢か。どちらかと言ったら。また嫌な夢に散った。美味しく食べて幸せな夢を見てほしい。まだこんな時間か。冷蔵庫行って水をコップいっぱい飲んで汗だくです。そんなリスナーが続出してるとかしてないとか、苦しめちゃってるんだ。そうですよ、リスナーを苦しめてますよ、あの日以来。じゃあもう一回タイガーと伝説の回やんなきゃ。いやいや、それを払拭してあげないとダメだよ。続いてラジオネーム失恋したら絨毯を洗えさんからです。コーチさんに早く教えたいです。まさかゾロとサンジが。おーい、なに。あれはね、正直ゾロとサンジが、そこをそこがっていう。何？言ったことあるんですよね。ちょっと聞きたくなかったけど。まあまあ早く教えたいよね。けどまあまあまあこれ言えないんだけど。待って、だって今。いや、お前らがっていうか。今、サンジのことが解決したばっかだよ、俺からしたら。いやいやいや、まあ、そうなっちゃうかっていうか。まあまあ、7年後で待ってるよ。いや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 。まあ確かに。7年後のお前と話せる時待ってる。やべえ、1.5 倍速で見ても間に合わねえかもしんねえな。1.5 倍速で見てももう結構まだ先、4年5年ぐらい先よ。マジかよ、ゾロとサンジが何、ね、まさか。まあ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 、深く話すのはやめてきますけどね。なんだよ、くっそ変なメール送ってくんだよ。ラジオネーム、ジョイさんからです。おい。コーチさん、うん、いくら舞台とはいえ、練習もせずにボクサーの役をやるのは危ないです。やんねんね。あと、ボクシングで剣を使うのも相当ルール違反です。もう少し真面目に舞台芸術に向き合ってください。ね、ほら。それは俺も思うよ。田中。俺も、ちゃんと、そのボクシング協会の人に呼んで稽古してもらって、ボクシングをやってるわけ。1ヶ月間やるわけ。お前がさ、舞台なのにボクシングの宣伝するから。いやいや、ボクシングとかみたいなスタンスで舞台立つだけだろ。違う。それは舞台を舐めてる。じゃあ、お前が舞台舐めてんだよ、どちらかといえば。あと、お前が変な戦闘。あと、なんならそこに剣を持ち込もうとしてるのは、ボクシングも侮辱しちゃってる。違う。お前が変なこと言うから、リスナーもこんがらがってこんなメールを送ってんじゃない。お前は今、舞台とボクシング侮辱してます。してないよ。あと、ついでにお前、このまま言ったら、お前、シェイクさんも侮辱する。シェイクさんは絶対に侮辱しないし、すげえ偉大な人だから。さあ、ピッチャー投げました。打った右中間マップ2つ。これはタイムリーになるぞ。サードコーチャーが腕をぐるぐる回すぞ。回ってないぞ。どうした回したいのに回らないの。肩痛くてもう。肩、腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光。東京ミステリーサーカス。制限時間10分、最大2人で楽しめる定番リアル脱出ゲームがスタート。色とりどりの壁に囲まれた空間、どうやらこの部屋に閉じ込められてしまったらしい。あなたはこの摩訶不思議な部屋に仕掛けられた謎や暗号を解き明かし、10分以内に脱出することができるのだろうか。閉じ込められる鍵を見つける、脱出する、これぞリアル脱出ゲーム。小さな部屋で巻き起こる最大級の不思議を体験せよ。摩訶不思議な部屋からの脱出、新宿東京ミステリーサーカスでただいま開催中。
インフルエンサーのいぶきとよへです。なんかやりたくねえいぶき。俺有名なりてんだよな。ラジオとかどう？ラジオいいじゃん。オールナイトニッポン出たくね。いいじゃん、いけるべ。いやでもどうやってやるの。いやいや俺らならいける、やろうよ。やっちゃうか。行こう。いぶきとよへラジオみかん、日本放送ポッドキャストステーションで検索。フォロワー250万人。どうも、京本大我です。僕のありえない話は、夢なんですけど、よく見る夢、僕夢の中でダウンタウンの松本人志さんと飲み友です。現実でおそらく一回もお会いしたことないんですけど、もう夢の中で3回ぐらい飲みに行ってて、なんか次は中井さんも誘って飲もうぜみたいな話になってます。はい。マジで一切現実と関係ない話し続けて終わったな。そうね、ありえないね、うん、あとなんか元気なくない？なんか北斗もだけどさ、北斗はなんかカフェのトイレで撮ってるって言ってたから、まあ、まあ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 100歩言って声小さいの分かったけど、うん、今日も元気ないし、やっぱりなんだろうな、舞台じゃなくてライブの反動残ってんのかな、みんな分かんないけど、なんかみんな元気ない。暗いよな。暗いよ。なんかもっとパーッと景気いいジングル送れよな。前まではさ元気に歌ったジングルとかさ、北斗もはっちゃけてんのあったべ、いくつか。大河だからどうせ美声なやつ送ってきてんだろうなと思ったら、なんかもっと景気のいいジングル送れよと思うよな、ね、久々なんだから。本当だよ。じゃあメールを読みしますね、はい、ラジオネーム洗濯機さんからです。オンエアバトルじゃないとこんな質下がるんですね。スタッフの選別に今さら感謝してます。そうよね、確かに、あれはねオフエアっていう恐怖があったからね。そうそう、だからみんな頑張ったわけ。頑張ったけどし、ひどいの送ってきてもスタッフが切り捨ててたから。そうね、容赦なく切り捨てた、切り捨てるっていう選択肢があったから、いいものだけが流れてましたけど、あれだもんね、うん、マネージャーからのメールで全員オンエアしますっていう一言がダメだったのかな。だからもうみんな何でもいいと、そしてスタッフもいいものだけをっていうことがなくなっちゃったわけじゃない。もう流すしかない。で後悔したでしょ。普通オフエアっすよ、多分。大きく。予選通らない、やっぱり。全然通んない、これ。余裕でダメ、これ。これでも送られてきた時に全員オンエアするって言ったの後悔したでしょ。失礼しました。これだけんのかって、仕方なく押したんだ、今。俺らの今後のキャリアにも関わってくるよな、この一回がね。3からです。高知と田中による特別公演は帝国劇場と日生劇場に挟まれた日本放送のイマジンスタジオでやればいいと思います。タイトルは夏の夜のドリームボーイズで行きましょう。混じっちゃってんだよ、剣と剣と拳で。そうね、剣と拳で。うわ、剣勝てそう。カキーンって言うよ。俺鍛えてるから。入ってる。あ、そっちで、うん、マジかよ。まあまあ、多分俺が勝つけどね。まあ確かにな。うん。武装色とか使うのかな。だってお前あれだろ、お前あれだろ、ろくに稽古もしないで行くつもりなんだろう。いやいや、ボクシングの稽古はしないよ。だから俺はそうなってちゃんとやり込むし。何、ね、ワンパンです。いや、その代わり俺剣の稽古めっちゃしていくから、そしたら。いや、でも正直ワンパン。武器に頼ってるようじゃ、俺のパンチ避けれねえ。で、グローブつけたパンチの方が強い。もちろん、ワンパンです。ワンパンってなんか、ワンパンで終わる。すげえ言い方弱そうなんだよ。ワンパンでお前のこと沈めます。早いよ、俺。ノックダウン、俺。早いよ、俺。マジ、うん、早い。早い。うわ、重さより速さ。重さ。キザルが言ってたの覚えてないよ、お前。あ、速さは重さって。まあ確かに言ってたな。言ってただろ、言ってたわ。聞く、俺のパンチ。いや、聞く？聞く音。うん、聞きたいの。今日着てるジージャンの音がいい感じに。言うよ。風切ってるわ。早いだろ。早いよ、それは。速さは重さだから。それは確かにワンパンだわ。お前ワンパンでし、お前やってみんだって、パンチ。普通に。あ、違う、普通パンチして。シュッ。シュッ。シュッ、ね、シュッなし。シュッなし。あ、パンチ打ってみ。あ、おっそう、お前。おっそう、お前。何？カタツムリ、お前。カタツムリ。聞く、俺の。うん。ああ、違う、もう次元が違う。確かに。遅い、遅い。遅いし、弱いよ、お前。悔しいよ。ああ、な、
ないでしょってどう見ても。もうやるまでもないですわ。いや確かに今のシャドウ早かったわ。イマジンスタジオ借りるまでもない。確かに。道端でワンパンにして寝るわ、お前。同じステージ立てなかったわ。じゃあここで番組からお知らせでございます。再来週6月18日の放送はですね、まあ、各番組がゲストや特別企画で盛り上がるスペシャルウィークなんですけども、まあ、この番組は何をやるか。まあ、確かに決まってないね。はい、ということで、まあ、お聞きのオールナイトニッポンはですね、今年で誕生55周年のアニバーサリーイヤーなんですよ。アニバーサリーイヤー。はい、なんでまあ現在、オールナイトニッポンはその55周年を記念した舞台や音楽イベントが続々と発表されてるわけなんですよ。まあ、ただ、ラジオの放送としてはね、まだどの番組も企画をやってない。ああ、やってないんだ。はい、状況なんですけど、まあ、おそらくこれから随時発表されていく感じなんだと思うんですけども、そこで我々ピーンと、ひらめいたわけでございますよ。ひらめいちゃった。まあ、このタイミングで、なんかやったら、俺たちは最速になれると。うん、なんかダセえ気すんな。まあ、ストーンズのグループとしてのテーマ。まあ、それは誰よりも最速であれ。いやいや、聞いたことない。グループテーマ。聞いたことない。でやってるわけなんですけども。それ誰が決めたの？誰よりも最速であれ。いやいやいや、これを掲げて。この間の打ち合わせでそんなの出なかった。これを掲げてやってきてるんですけども、我々ストーンズ。まあ、そしてこの番組はですね、オールナイト日本ではあるけども、まあ ANN、ANN0、ANN クロス、どこにも属さない。いや。サタデースペシャルという独立した枠なんですよ。それはそうだね、うん。俺らなんかちょっとあるよね。まあ歴史はもちろんある枠ですけども、オールナイトニッポンのこの横並びの画像でも、この番組だけちょっとだけ飛び出してる時とかある。まあ確かにある。仲間に入れてんのか入れてねえのかってところもあるよね。学校のそう、記念撮影休んだ子みたいなね。一にいたこととかもあるんですよ。まあまあまあ、とりあえずここに貼り付けとけみたいなね。でまあどうもこれ我々は横並びとしての認識が薄いんじゃないかと。でまあ55周年の記念、誘ってもらえないんではないか。いや確かにそれちょっと危惧しちゃうんですよ。なんでまあそうなったら我々はもう。は？別にオールナイトとか興味ねえしって態度を取るしかなくなってくるんだよ。あんまりよろしくないけど、俺らはへそ曲げちゃうよね。そうなるなら、もうマジでオールナイト日本の花が多い別に興味ないからね。って言って、そういう態度に出るしかなくなっちゃうんだよ、俺らも。まあ確かに、そこまで飛び抜けないとね。ただ、そんなのは辛いし、まあ誘われないのは絶対に嫌じゃない。いや、絶対嫌だよ。俺らも。まあ、ってことで、まあその理由から、ストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル、誰よりも早くこの55周年、勝手に参加することにしました。あー、それで最速っていうこと？そうそうそう、もう誘われるか分かんないならこっちから行きゃいいと。あー、うん、そうそう。ってことで、まあ、再来週の放送ね、をやって、もう、だから分かんない場合は、こっちが勝手に行っちゃえばいいんだと。あー、そういうことね。そう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 、そうすればいいんだと。それ、やり方、チンピラと一緒だけどね。いいんです。誘われてない飲み会に勝手に行っちゃうみたいな感じ。いいんです。まあ、55周年を勝手に参加します。ということで、まあ、再来週の放送、こんなことやります。オールナイトニッポン55周年記念放送バックトゥーザ ANN。 違う、すげえ、なんかバックトゥーザフューチャーだよねこれ。日本放送にですね、ダマでお届けするアンオフィシャル記念放送でございます。まあ、再来週のストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャルは55年の歴史を持つオールナイトニッポンっぽいことを全部載せでお届けする90分をお届けします。アンオフィシャルって言ってる時点でちょっとおかしいけどね。いや、そこはもうそんな問題じゃありません。問題じゃないんだ。オールナイトニッポン、まあ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 、これはもうね、正直言います。じゃあ言います。まあまあ圧倒的無許可。はい、だからお前枠から外されんだよ、そんなことやるから。 誰の許可も取ってません。だから枠から外されるんだって。仲間内で勝手に盛り上がって進めたものです。はい。まあ、ただ、オールナイトニッポン大リスペクト企画をお届けしようかなということで、まあ、ただ今週告知できるのはここまで。ここまで？はい。まあ、なんせ55周年記念なので、まあ、この先は機密情報となってる。いやいや、機密じゃないって、だから勝手にやってるとか機密と。正直だけ言えないんです。55周年記念。この曲としても、日本放送としてもかなり大きいことなんで、正直この先は言えません。いやいや、勝手にやってることからちっちゃいよ、多分。ね、まあ、まあ、詳しい情報はですね、次週告知するんですけども、リスナーの皆さんもその、スマホのボイスメモと、はがきの準備だけちょっとお願いします。はがき、何があるのかまあ言えないけど、まあ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 、その準備だけね、しといてもらえれば、まあ、バックトゥーザ ANN って言ってるから。まあ、はがきもね、そのまあまあ。その、すごい、この時は言えないんで、まあまあ、その準備して。絶対これはがき募集するやつだよ、ね。いやその、まあまあ、機密情報なので、
口にはできませんけど、その、まあ、その、はがきとかもね、まあまあまあ、いいよ。準備しとけば、まあ、ほどき。準備しとけば、まあ、間違いないかな。大丈夫かなとも思うんですけども。ちょ静かに、ね。静かに。うん、俺しようだから。分かった。はがきとか。だろ絶対。スマホのボイスメモとはがきの準備だけお願いします。まあ、ちょっと何がとか言えない。言えないけどね。ボイスメモ送ってもらうんですよ。まあまあまあ。おい殴るなって。次喋ってやるか。やばい。ワンパンなゾン。危ねえ。まあまあ準備しといても。アクリル板に助けられた。あとね、マジで何がとかじゃないんだけど、普通にコーチできたらリアタイしといてください。リアタイ？普通に。絶対嫌な予感するじゃん、これ。お願いします。まあ、ということでね、まあ、再来週の最速記念放送、ぜひ、お楽しみにということで。最速記念なんて言葉があるのかという。ねえだろ。話なんですけども、そもそもね、うん。はい、お楽しみにということで、ここで一曲、聴いていただきます。6月8日に発売される私のカップリング曲をここでラジオ初解禁します。こちら、ストーンズが出演するソニーの完全ワイヤレスイヤホンの新 CM で使用していただいている楽曲となっております。それではお聴きください。ストーンズで音楽。ありえない俺のおじいちゃんのお話をします。冷蔵庫に入っていたひき肉をこねたやつをおじいちゃんはネギトロと見間違えて熱々の白ご飯の上にそのひき肉をかけわさびと醤油でネギトロご飯のようにして食べてしまいました。でもピンピン元気にしていたそうです。よかったよかった。本当にありえないよね。ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル。じゃあその音楽の話とかしたかったんだけど、その、うん、まあ、一個いいか。何？元気なくない？お前。なんか暗くない？俺もどうしたんだよ。いやボイスメモ撮ってる時はめっちゃ元気に喋ってたんだけど。普通のつもりなんだよな。普通のつもりだったんだけど、今聞いたら元気ねえな。元気ないよ。怖い話みたいな話してたよ、お前。いや、そうね。でも俺のおじいちゃん、うん、あれガチの話なんだよ。危ないよ。ネギトロ、おばあちゃんがね、ハンバーグ夜作ろうと思って、準備してた。ひき肉こねて冷蔵庫入れてたら、おじいちゃんがうまそうなネギトロ入ってんな、つって、それご飯にかけて、醤油、わさび醤油でかけて食べちゃったなって。やば。そう。だけど、お腹とか大丈夫？お腹全然ピンピンしたなって。よかったね。そう。まあ一口で気づくか。ちょっと口に入れたらな。そうそう、いや、でも食べきちゃったらしいよ。本当に白ご飯。おじいちゃん気づいてよ。マジだから、ネギトロだと思って食っちゃったから、もうネギトロの味になってたから。だから、俺のじいちゃんわさびと醤油めっちゃかけるからさ。あ、それでもう、そう。わさび醤油丼食ってるみたいな。そう。それで。まあ、まあ、ジングルいじ、まあ、音楽の話、ちょっとしたかったよ、まあね、俺な。初解禁。いいよな、ラジオ初解禁。この尺間ではまだどこでも流れてないか。流れてないよ、ね。そうだね、確かに。めちゃくちゃいい歌だ。めちゃくちゃいい歌。なんかその、まあ、J-POP の王道である感じがしながらも、なんかなかなか、ストーンズで聴けなかったような楽曲で、なんかその、ど真ん中を行ってるようなのを俺らがやると、なんかまた変化球に感じたりだとか。いや、そうなんだ。そう。その不思議さがあるし。こうやって J-POP を歌わさせてもらってさ、やっぱ日本語詞って素晴らしいなって思うのよね。そう、やっぱまあその、英語とかの魅力ももちろんあるんだけども、もちろんある。俺らは、そのね、使ってる普段の言語が日本語だから、よりね、なんか気持ちが乗せやすかったところは正直あるし、いやそうね。うん、あとその、何よりタイトルに音楽を掲げることの、ただの J-POP を歌ってるわけじゃなくて、このタイトルに音楽を掲げることの覚悟よね。そうね。うん。それはすごいなんか。これは、しかもその音楽を掲げたところに、ど真ん中の J-POP で、ぶつかるっていうところの、なんかこの覚悟感ね。いやー、また今回も素晴らしいカップリング、ね。これフル聞いてほしい。まあ、てか俺全部フル聞いてほしいんだけど。それはそうよ。それはそうでしょ。お前結構上半もやってんだな、これ。俺意外にやってんだよ。ちょいちょいやってるから、その辺もチェックして聞いてほしいね。細かく聞くとね、いろいろまた面白いところありますし。はいはい。まあ、ぜひお楽しみにということで。はい、じゃあ、こっちさん。はい、ということですね。もう皆さんに一つすごい報告したいことがあるんですよ。前回ワンピースの話したな。そう、前回ワンピース。本当は昨日、あれね、前回サッカーの話したかったんだけど、ワンピースの話になっちゃったっていうことがあったな。で今回ちゃんとね、正式なお話を持ってきました。サッカーの？いや、サッカーじゃないんですよ。あ、別の？うん。ちゃんとね、本当に、皆さんの、まあ、ほんと自分だけの力じゃなくて、このリスナーの力っていうのも、感謝も込みでなんか、感謝の込めて本当に言いたい。うん、なんか、今まで自分のやってきたことは間違ってなかったんだなっていう。そんな大きい、芸能人生に関わることいや、本当に。このブース内でやってたことに結構関わってる。
え？俺やっぱこのラジオってさ、昼ラジオやってたじゃん。お前、まあ、北斗に怒られてたよな、お前よく。昼ラジオやんな、つって。北斗に怒られればいいんだけど、もう、スタッフ全員に怒られるぐらいの感じ。うん、もう、リスナーにも、昼ラジオやんなっていうメールが届いてたらしいのよ。ああ、そう。でも、自分のやったことは間違ってなかったです。何を僕、ご中語。ヒルナンデスに出演することが決まりました。いつ？もう発表されてんの普通に。昨日発表されてましたね。ああ、そうですか。はい。え、俺があんま知らなかったんだけど。いや、もう俺、興奮しちゃって。え、お前なんかもう、なんかしちゃうんかその。いや、違うんだよ。だから、出るってことが発表されてるだけか。そう。で、火曜日に、もうだから、あさって、もし、あさってかも日付回ってるし、うん、火曜日に出演させていただくんですけど、うん、まあ問題が一つあって、はいはい、まあまだマネージャーに直接言われてないっていうのがちょっと不安なんだよね。どういうこと？どういうこと？いやなんか、スケジュールを見たときに、うん、え、入ってるじゃんみたいな。うん、いやでも、おかしいんじゃねって言って、うん、それしたらマネージャーに聞こうと思ったんだけど、それその先にホームページで発表されるっていう。あ、じゃあマネージャーから直で言われてはないんだ。言われてない。いやでも、これはさ、やっぱりさ、まあ、初めて聞く人もいるかもしれないけど、長年このラジオで、俺は昼なんですに出たい、出たいって。本当にもう、オードリーさんのブースに行って、里見さんにまで相談するぐらい俺は。で、キョモが出て、ジェシー出て、慎太郎出て、俺も出て。出て北斗出たっけ？北斗はね、まだ出てないんだよ。出てないか。まあ、でもお前ずっと出たい出たいって言ってたんだよな、昼なんです。だからもう昼なんです。番組名を出して、その番組に出たい。そうよ。だからもうあの、コロナ禍でさ、自粛期間中とかあったじゃん。うん、俺が助けられた番組はお昼の昼なんですだったのよ。ああ、もうそんぐらい見てたわけだ。ずっと見てて、うわ、面白い番組だな。昼のことやり続けたら俺はここに立てるのかなと思って、なるほど、全力を尽くして、このラジオで何回も何回も言ったのに、その次の週にジュリが出てたりとか。出ましたよ。俺はもう2、3回だとか。でもね、やっと、ようやく呼ばれて。夢が叶ったわけだ。夢が叶ったのよ。それいつ？だからもう3年越しぐらいじゃないもう。え、それいつ出るか発表になってる？だから火曜日だよ、あさって。あ、もうすぐじゃん。そう。だから、ぜひ、リトルストーンにもね、見てほしい。見てほしいの。俺の夢を叶える瞬間を。あー、リアルタイムで？そう。今までやってた、もうここのラジオで培った昼を、全開で昼に出せる。培ってないんだよ、別に。ここで昼育ててるわけじゃないから。俺は昼の生の練習をしてたわけ。勝手にお前が昼やってたわけだ。違う。俺はその昼なんですに向けての練習だと思ってたから。まあ、でも出たいとは言ってたけどね。いや、そう、うん。だからもうね、でもね、問題があるんだよ。何？一回出て、ありがとうございました、コーチくんでした。じゃあまたね、って言われたくないのよ。どういうことこの一回をいかにチャンス。この一回を、その二回三回。そう。もしくはその、ゆくゆくはレギュラーになるみたいな。そうよ、もう、しちゃうともうレギュラーなんか飛び越えて、最終目標は、なんちゃんの位置よ。ああ、もうそこが最高到達点なわけだ。そうよ、俺の夢。そこまで見据えちゃってんの？うん。もう、各週の毎週レギュラーじゃない、もう、レギュラー月曜日一週間毎日で毎日いる。毎日昼。ああ。そこを目指したわけよ。最終到達点だ。そう、だから、いかに、この火曜日1回目、まあ、初めて出させてもらうって、いかに爪痕を残すかっていうのが、大事。うん、だから、まあ、俺はね、出たことある身として、アドバイスするよ。うん。その現場の感じ。俺に 3回ぐらい、ロケにも行った。ロケも行ってるし、スタジオも行ってるし、3回出てるか、俺。ぐらい出てますよ。はい。まあ、あの、地方というか、ちょっとロケ行ったりとか。ロケ行ったり。あの、ファッション対決したりとか。ああ、ファッション対決やってるね。いろいろ出ましたよ、俺は。マジかっけー。正直ね、レベチです。はい。かっけー団地です。団地外。え、やっぱさ、生放送の昼って全国って緊張するの？じゃあ、それを経験した俺からアドバイスよ。うん。そんなに、鼻息荒いやつもんって呼ばれん。いやーマジ次ない。ダメそんな場合、お前見ててわかるだろ。いや、まあ、もっとあったかい感じなんだよ。俺めっちゃ。アットホームだね。爪研ぎまくって後つけようかなと思って。ダメ。ダメ？あそこ、爪痕残せば残すだけ、その爪痕残したやつ排除してそこ綺麗にするんだから。
いや、その、目バキバキのやつが出ちゃいけないの。え、ダメなの？目バキバキで。やってるやつダメなの。ダメ？そんな番組じゃないから。あ、でもそれ聞いといてよかった。もっと、なんかもう、うん、もう家族ですみたいな感じでいかんと。じゃあそれはワンピースの話を我慢するのと同じように、うちに秘めて。お前は、そう、うん、お前はね、今すごい分かるよ喜びはね。もちろんあの番組俺も出れた時嬉しかったし、お前は特に出たい出たいって言ってたよ。分かるんだけど、そんな。爪尖って牙剥き出しで目充血した鼻息荒いやつ使わないって。いやダメかな。しあの番組を見るし、お前もそうだけど、見ててさ、お前さ若いのがさもう目ギンギンでさって来たら嫌だろ。あ、まあ確かにそれは嫌だな。俺はなんちゃんになるって言ってるやつ嫌だろお前。嫌だか、ダメか。嫌だろ。確かにな。もっとあの、あ、呼んでいただいて楽しかったです。うん、まあ、またぜひ、機会があったらよろしくお願いします。そうね、美味しい、美味しいもの食べて食リポしたりとか。爽やか好青年ですよ。呼ばれるのは。でもなんか確かに今ここで言ったことによって、テレビ見てる人、こいつはなんちゃん目指してるんだっていうあれが入っちゃうもんね。色眼鏡。まだでもリトルストーンで止まるから大丈夫。まあ、確かに、まだ止まるね。そう、だからリトルストーンも、見てるときはコーチがそれをしっかり隠せてるかっていうのをちゃんと見ますし。いや、そうなのよ。だから本当にもう今回のこの近況トークを僕は利用して、なんかリスナーともジュリに含めて、どうやったら、レギュラーの座に。そう、レギュラーの座、その一回のあれで、いい感じの、まあ、次につながるかとか次につながるあれをここでちょっと身につけてほしいのよ俺に。まあ、まずお前は深呼吸することだな。深呼吸、まず、だからあれってだって11時ぐらい半、あ、12時ぐらいか、から2時ぐらいまでやってたりとかするから、どうすればいいの？キーポイント、あれ結構 VTR が多かったりとかするじゃん。多いですよ。はいはい。でワイプの表情だったりとか、なんかやったらこれつながるんじゃねえかみたいな。ワイプ頑張っちゃダメですね。ダメなの？ワイプは、これ俺めっちゃガチなの。ワイプ頑張らない系です、あれ。俺結構。あのね、ワイプでやるのは、美味しそうと、微笑み。この2点ですね。ほんだ、合ってんのかなこれ、どうなんだろうな。これ、いや、これで俺は3回繋いでますから。そっか。はい。まあ。マジで、俺実績あるから。なんでかわかる？レベチだから俺。かっけー !3 回言ってんだもんな、アヒルなんです。なんか、うわーとか、声でかきゃでかいだけダメ。ダメ。うん。もうなんかその、いつもより高めに喋りな。マジで？うわー美味しそうみたいなやつ。あー。なんかもう、あわよくば聞こえないぐらいのやつが一番。聞こえないぐらい。うん。そうなの？ちょ、やってみよう、お前。美味しそう。いつもの感じのやつやって。いつもみたいな感じ。あ、なんか美味しそうなもん出ました。うーわ、マジうまっそう、やば。はい、もう失格。ダメこれ。はい、失格。え、俺結構申し訳ないけど、どの番組にもかかわらず本当に思ったことはこのぐらいのボリュームで言ってる。失格です。え、じゃあ昼なんで師匠ちょっと一回見せてもらって。はい、なんか美味しいカレーパンが出ました。出ました。わあうまそう。うわー確かに、なんかでこれです。でこの笑顔この笑顔、まあ、まあそうね。わあうまそう。下の歯は見せないで上の歯だけ見せる笑顔ね。あとこれマジで一個の注意点いい？何？映像を見るモニターがちょっと下目なんですよ。はいはいはい、はい。ちょっと下、それに向かって見ようとすると、うん、カメラから見た時あんま顔映んないくて、暗めに見えちゃうんで、ちょっと顎上げた方がいいっすね。ああ、顎上げてモニターを見る。これマジです。それをやると、あれがワイプでもいい顔で映る。あと、ワックスギャンギャン付けはダメ。ワックスギャンギャンはダメ。なんで気合入れてっちゃダメなの？ダメですね。あなた前髪上げようとしてませんか？いや、知ってた。ちょっと富士みたいでも出した。ダメです、ダメです。ダメかよ。ブローすればするだけいい。なんで、やっぱりそのさ、決め、なんだろう、でも、なんかね、ナチュラルがいいんだよね。あー、やっぱそうなんだ。そう、多分。でもやっぱさ、衣装さんとかもさ、何パターンか持ってきてくれるじゃん。できるだけ淡い色。淡い色！もうなんか何色みたいな。何色？色。あ、じゃあ何？結構さ、黄色みがかったような感じのセットじゃん。ああいうのって。はいはいはい。じゃあ何色？ちょっとスタイリストさん今言えばさ、お願いできるかもしれない。まあだからそのね、ちょっとね、どういった色なんだろう。うん。ちょっとね、ちょっと、だからマジでこういう緑っぽい、こういう色。あー、エメラルドグリーンっぽい。というか、なんかそういうパステルっぽい色。そういう系。一番いいっすね。
が、まあそうね、まあ衣装かぶりとかもあるけど、それが、はいはいはい、通ればいいと思う。エメラルドグリーンっぽい。そういうちょっと淡い緑というか。じゃあ、とりあえずワイプのリアクション、うん、今気をつけなきゃいけないの。あそこってね、本当に家族なんだよ、マジで。ホームなんだ。もうマジで家族みたいなの、みんなが。やっぱそうだよね。見てって伝わるもん、それは。それがいいじゃない。うん、それはいい。てかもうお前家族みたいに行きな。あ、じゃあ、いとこが遊びに来たっていう感覚で。そうそうそう。いとこのあんちゃんで行けばいける。いとこのあんちゃんで。行けば行ける。あ、なんちゃん久しぶりぐらいの、ほぼ、まあ、仕事するはずなんだけど、まあまあ。俺は言ってないけど、感覚的にもうなんちゃんって呼んじゃった方がいい。絶対ね、俺呼んでないけどね。ああ、呼んでないけど。呼んじゃった方がいい。そのぐらい。裸感で。裸感でやった方がいいんだ。裸感で俺感じた感じは、ああ、なんちゃんで言っちゃった方がいいかもしれない。うん、大丈夫かな？いや、言っちゃった方がいいと思うよ。なんかサブとかがゾワゾワしない、うん、いや、なんか感じね。俺が感じた。これなんちゃんって言ったらレギュラーいけるなってやっぱ感じた。ああ、わかったわかった。じゃあ今気をつけなきゃいけないのはワイプの映像を、うん、と、あと、まあ、声のトーン。声のトーン。衣装の色。衣装の色、ワックスダメ、うん、ブローだけにする、うん。あとなんちゃん。あとなんちゃん。なんちゃん。これやっぱ、しかも、まず、前室にね、入るんですけど、うん、そこでまず前室でなんちゃんって言っちゃった方がいいです。あ、前室からジャブ打っとく。もうなんちゃんよろしくお願いします。なんちゃんよろしくお願いします。うん、これ言った方がいいですね。あー、わかりました。じゃあ、以上の点を踏まえて頑張るので、皆さんぜひ見てください。そうだね。よろしくお願いいたします。見てもらう、リアルタイムで。いや、マジで頑張るから。鼻息だけは気をつけていくわ。いや、お前、それでガチガチになんだよ。ガチガチガチコチ君よろしく。頑張ります。この時間は、久光製薬がお送りしています。野球選手でイケメンってずるいよな。天は二物を与える。神様は不公平だね。まあ俺も二物もらってるけどね。何と何。肩こりと腰痛。不公平すぎるよ神様。肩腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光。ラジオが読めちゃうウェブサイト、日本放送ニュースオンライン 1242.com からアクセス。銀シャリの橋本です。僕も銀シャリだと思います。うなぎです。銀シャリのおとぎ話は日本放送のポッドキャストステーションで毎週水曜に配信中。お時間です。はい、番宣終わります。この春大きな話題を呼んだ生配信舞台演劇ドラマ、あの夜を覚えてるの上映会が決定。6月11日に東京国際フォーラムホール A で開催。チケットは税込み1500円。ただいま好評発売中。詳しくはあの夜を覚えてる公式ツイッターまで。ありえない、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 ありえないところまで心が動き出す。何気ない言葉すら一つ一つこの胸を奪ってゆく。私を奪ってゆく。ただうまいの聞かされた。いやただうまいの聞かされたらいいじゃん、俺。じゃアレンジバージョンだったよな、ジジイの。何何の変哲もない。ただうまい歌聞かされたの、俺ら今。やっぱ、ダメだ。厳しく審査しないとダメだね。ジェシーぐらいはさ、もっとさ、いつもの、ギャーって言って、そうよみたいな。くれよな、ケーキいいの。ただいい声で歌っただけだよ。ダメだな。はい。ということで、まあ、それでは事前にお知らせしていたこちらの特別コーナーに参りましょう。オーレレって久々に聞いたけどね、俺。ラジオネーム、ルーちゃんさんからです。失恋して、落ち込んでる時に、むやみに話しかけるのではなく、ただそばにいてくれた幼馴染。幼馴染が唯一発した言葉は、俺じゃダメかな。ありえないところ。これだよね。うん、これ。こういうこと。いいセリフだな。一番近くにいた人が自分にとって一番必要な人だったって気づけないとき。それはそれ。そういうときあります。ただ、それに気づけたとき、うん、それ恋です。これが恋ですね。ありがとうございます。素晴らしい。じゃあ続いての恋、コーチさんお願いします。コーチさん。いいですね。はい。
人を隔ててる。あ、ラジオネームあけさん。二人を隔ててる扉。気づいた時にはもう遅かった。伝えたいことをまだ何も伝えられてないのに、手を伸ばさず、虚しくあなたを乗せた電車は走り去っていった。ありえないとこ。これよね。これはやばい。その、何を、華やかになるのだけが恋じゃないっていうか。手を伸ばすこともなく、虚しくあなたを乗せた電車は走り去っていった。ごめん、申し訳ないです。ごめんなさい。チュリが泣いてる。大丈夫か？なんかやっぱりあれだよな、恋って全部実るだけじゃないっていうのがあれだよな。うん、こう伝えたいことって、ごめん、言葉にできなくて申し訳ない。うん、そのちょっと今日いいね、今日のラジオいいです。ありがとう。やっぱ伝えたいって思った時には伝えた方がいいんだよね。続いてラジオネーム、ハートマトさんからです。バーベキューをしてるとき、僕の髪皿だけが風に飛ばされていった。ありえない。終わりました。はい、この企画終わりました。はい、終了でーす。終わった。はい、終わりました。このハートマトのメールを合図に終わりました。この企画。はい。なんだろう。なんかその、切ないけどね。切ないんだよ。ただその切な違いというか、その僕たちは恋を求めてたので、その、何かに表現してたらいいんですけど、そうね、きっとハートマトの普通に、その飛ばされてたら切ないよねっていう話ですよね。はいはいはい。終わりましたね。はい。この企画終わりました。はい、そうね、こういうメールをまず、もし、省こうとしたやつ間違えて入れた可能性あるから、ね。コーチ、じゃあ次の恋、お願いします。ラジオネーム、モコ。ピンポーン。すいません。ちょっと、ポエム作りすぎちゃったんで、聞いてもらえます？ありえないところまで。終わりました。ちょっとやっちゃったね。ピンポーン、すいません。ちょっとポエム作りすぎちゃったんで聞いてもらいます。カレー作りすぎちゃったみたいな感じで、ね。隣の近所の。これはね。やめよう、うん。こういうのを送るのも、読ませるのもやめよう。ちょっと読み方がダメだったの、可能性もな。あ、でも確かになんか、ピンポンの言い方がダメだったのかな。なんかもっと切なく読んだ方がいい。あ、わかったわかった。ちょっともう一回読まさせてもらうわ。そう。なんか、そしたらそこから恋始まる予感とかする可能性あるから。いきます。ラジオネーム、モコ。ピンポーン。すいません。ちょっと、ポエム作りすぎちゃったんで、聞いてもらえます？ありがとう。いや。なるほどね。最初の入りがダメなんじゃないかな、なるほど、なるほど。カレーみたいなことだよね。だからやっぱり。切なく読んでもね、その、ピンポンがね。だから。ピンポンでが終わってるんだよね。俺がいけないのか、ちょっとジュリーいけよ、ね、だから、お前のピンポンの言い方もあるよ。俺のピンポンがいけなかったかもしんない。いきます。ラジオネーム、モコさん。ピンポン。もう一回ピンポンにして。もう一回。仕切り直します、うん。ラジオネーム、モコさん。ピーン、ポーン。ありえない。お前の言い方がありえない。無理です。うん、これはなんかピンポンが悪い。そのピンポン始まりやめてください。音始まり良くないよね。ピンポン始まり禁止ですね、これ。次行こう、次ね。次、ちゃんとやめます。申し訳ないです。ラジオネーム、わたこさんからです。大丈夫。それ、骨も食えるから。大丈夫。内臓もいける。え？それは、何？なんか動いてない？うわ！でも、まあ、大丈夫。食える。ありえない。ところまで。最低です。こんなメールは。これは何の話をしてるのか分かんないけど、とても 気分が悪い。気分が悪かったね、はい。がっかりしましたね。非常に。本当に。
次こそはと思って読んだんですけども、なんだろうな、なんかその最低ですね。なんかこういうのもあれだけどさ、まだ発売してないシングルをこういう使い方するのよくないと思うんだよね。これで俺らうまくいかせたいわけだから、そうよ、ちゃんとその恋マジにもリスペクト込めて、私にもリスペクト込めて、ちゃんと切ない恋のストーリー、ショートストーリーが見たいんですよ。そうね、あのあれですよ、それこそマスカラの時みたいないいやつ欲しいよね。じゃあ校長お願いします。名古屋市ラジオネームらんまる。たかし、何回言ったらわかるんだ。これはカブトムシじゃない、表札って言うんだ。ちゃんと元の場所に戻してきなさい。ありがとうとこのまま一応最後まで聞いてみたんだよね。カブトムシ出て親とはなったんで、一応最後まで期待を持ってみました僕は。いや俺もだから、そんな期待したの私がバカでした。俺初めてだもん、メールもらってこれ読みたくねえって思った。どういう、まずどういう状況だから、それタカシが見てカブ最低です、あなたたち最低です。本当にもっとそのなんか信じられないです僕、これ信じられないよ。なぜなら前半戦以上です。終わり、はい、前半戦これ以上なんです。マジかよ、まあ最低です。まあちょっと一回良くない流れ来ちゃったんで、あ、まあ確かに、とりあえず CM 挟んで後半をすぐお届けするので一回そこで切り替えます。はい、なんでまあラジオなんて本気でやってどうするの、前編は以上ということで、ちょっとこっから一回 CM 挟んで切り替えて、もう一回そこから再開しましょう。ちゃんとしっとりとした切ない恋の物語をまた CM 明けお届けします。君も一緒に来てくれるよね。行こう、みんなが CM の向こうで待ってる。ほら僕の手を握って、一緒に言おう。ジングルお願いします。投げました、打った、右中間真っ二つ、これはタイムリーになるぞ。サードコーチャーが腕をぐる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 回そう。回ってない、回ってないぞ。どうした、どうした。回したいのに回らないの、肩痛くて。もう肩、腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光 DNA の秘密、ノーベル賞大予想、宇宙 ISS スペース X ハーバーボッシュ4、サステナブルデベロップメント、国立科学博物館認定サイエンスコミュニケーターで大学講師なのに芸人、黒ラブ教授と一緒に科学のいろんなことをお話しする番組、科学のラジオ、ラジオサイエンティア、毎週月曜日日本放送ポッドキャストステーションで配信中。野球選手でイケメンってずるいよな。天は二物を与える、神様は不公平だね。まあ俺も二物もらってるけどね。何と何、肩こりと腰痛。不公平すぎるよ神様。肩、腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光。はい、どうもこんにちは、森本慎太郎でございます。早速ですけども、私森本慎太郎は苦手なんですが、ラジオを聞いてる皆さんの中には好きだなっていう人がいると思います。丸焼きで食べたなとか、ステーキの鉄板に乗ってる付け合わせで食べたなとか、ポタージュにして飲んだよとか、あと色が黄色で派手だなとか、お菓子にして食べたよとか、この食べ物ね、好きな人にとっては慎太郎ありえない、そう思うかもしれません。そうです、私森本慎太郎はトウモロコシが食べられません。なんでかって言いますと、皆さんはこんな都市伝説をご存知でしょうか。トウモロコシは宇宙の食べ物だ。皆さんが普段食べられている世界三大穀物の一つ、トウモロコシ、これはね、とっても不思議な食べ物なんです。ヒゲの本数分中に粒が入ってるとか、あの黄色い粒、実は種なんですよ。あ、おかしくないですか。植物って種を飛ばして繁栄させていきますよね。タンポポの綿とか、そうなんですよ。トウモロコシは植物なのに種を飛ばさないんです。なんなら包み隠しちゃってる。不思議でしょ。他の植物は自分たちで種を飛ばして繁栄させていくのに、トウモロコシはそれをしない。まるで人間が育てろって決まっているようなものなのよ。しまいには明確な祖先種である植物がなくて進化してないって言われてるのね。そんな不思議な食べ物は原産地の起源も明確には分かってないわけだから、宇宙から来てるんじゃないって言われてるの。そんな謎多き食べ物、私森本慎太郎食べられないのさ。おい慎太郎、ありえない、嘘つけよ、何なんだよ。そう思うかと思います。大丈夫、そういう方々調べてみてください。
トウモロコシ、ギゲンチと。すいません、切り替えました、申し訳なかったです。はい、ということで、じゃあそれでは事前にお知らせしていたこちらのコーナーこちらの特別コーナーに参りましょう。ラジオなんて本気でやってどうするの。ありえない。はい、ということで、メールお読みしていきましょう。ここから後半なので切り替えて、そうですね、いきたいと思います。 CM 入ったね、切り替えましょう。紹介していきましょう。ラジオネームザクロティさんからです。青コーナースーパーフェザー級王者メイウェザー。赤コーナーミニマム級ぷいぷいモルカー。ありえない。ダメ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 、後半戦一発目これダメよ。違うのよ。なんか、じゃあ CM 挟まない方がよかったじゃない。違う。そうなんだよ。ここまでお笑いの定義としてはさ、ある程度ちゃんとしたものを見せてからここに行かないとさ。ここまでを前編でよかったじゃない。どうした、うん、あなたたちはバカですか、バカばっかが集まってるんですか、このラジオは。何なの。ちょっとコーチお願いします。次の声、ちゃんと、ちゃんとリスナーの人に、切ないショートストーリー、声をお届けしましょう。じゃあコーチさんお願いします。次の恋。ラジオネームブートキャンプ。ありそうでない専門店、砂釣り専門店。ありえないとこ怖い怖い怖い、恐怖。確かにないよね。ないよ。そのめっちゃ腹立ったよ今、うん、ふざけてきてることにね。ないよ。ただああないなって思いました。共感はしました。共感はしましたけども、そうその誰ショートストーリーっていう、うん、なんかないよねっていう話でしたよね今のちょっとね、うん、どこで泣ける要素とか恋の要素入ってんの。切なくなりたいんだけどな、うん、続いてラジオネームユッケジャンさんからです。今の10代はスマホのメモ欄のペンの機能でサインを要求するそうですよ。へーって感じですよね。ありお前へーって感じですよねってなるの分かってたやつ置くんじゃねえよ。待って、普通オタと勘違いしてるこれ。普通オタでも読まねえよこれ。普通オタでも読まねえぞお前ら。これリアクションメールでも何でも読まねえよお前これ。なのになんで俺らの大事な7枚目シングルの特別企画で俺これ読まされてんだよ。でもそのサインってそうなんだね。お前マジで受け止めてんじゃん。砂釣り専門店も確かにないし、ね、まあ確かに見たことない。サインもそうなんだね今ね。そうなんだね。変わっていってるなって思いますね。はい、続いてこそマジの声をお願いします。ラジオネームソーヤング。間違いない、君がくれたラブレターの臭いセリフ全部アクアタイムズの歌詞をそのまま書いただけだ。ありがとうところまで。人のは良くないじゃん。つないよね。良くないよね、その、うん、そんなのはね。うん、まさかね。だからさ、うん、人の曲を使って自分たちの曲をさ、それはだから良くない。やめよう、その、もう良くない中で来てるから。一回待って、俺一回切り替えていいですか。ああ、切り、よし !OK。はい、俺がもうどんなメールでも、ね、確かに読み方で切ないショートする。お前はもう毎週も言ってたから。俺がやる、もう俺がやる。ラジオネームフラフープさんからです。ティアンディスルッテイト何かい、オイラの仮想通貨さっぱりなくなっちまったわけかい。ありえない、俺のせいじゃないです。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。違います、違う。生放送残り10分ぐらい残してる。切り替えますって言ってメールを受け取って一言目がテアネイだったんだよ。いや最低だよ。じゃあ俺じゃない。いやじゃあお前一回最初の一文目読んでみ。いや読み方が良くない、当たり前じゃん。ラジオネームフラフープ。おいテアネイ、やべえ、終わりするって。いや終わりです、終わりです、終わりです。もうダメです、ダメな。テアンディーを切な、いくら切なくしようとしてもならないんだよ。いや無理だわ。だろ、俺のせいじゃなかった。確かにこれはテアン。
嘘だよね。嘘でしょ。メール以上なの。メール終わり？なんでそれを切なく言うの？今週だけの特別企画頑張って考えたやつ。今のでも提案で。提案で。今がラストメールだったの。提案でいじめ。そう。ああそう、その俺らはあんま舐めるなよ。確かにな。読めるよ結構普通のいいもの来てもね。適当なこと送っときゃいいわけじゃねえんだぞ。マジで。でも砂釣り専門っていいけど。はい、ということでお送りしてきたラジオなんて本気でやってどうするの以上となります。どうだったかな。俺のこと嫌いになったね。えよかったらまた会えるかな。そっか、じゃあね。この時間は久光製薬がお送りしています。さあピッチャー投げました、打った、右中間満タ、これはタイムリーになるぞ。サードコーチャーが腕をぐる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 回すぞ。回ってない、回ってないぞ。どうしたどうした。回したいのに回らないの。肩痛くて。もう肩腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光飯田浩司の OK 工事アップはポッドキャストでも配信中。番組ホームページをチェック。涙なくして語れない感動のストーリーや可愛くて癒される動物映像、ネット上の話題のトピックから世界の驚きの映像まで、ウェブメディアグレイプは思わず誰かに伝えたくなるコンテンツを厳選してお届けしています。グレイプで検索。ストーンズのオールナイトニッポンサンダーデースペシャル。野球選手でイケメンってずるいよな。天は二物を与える。神様は不公平だね。まあ俺も二物もらってるけどね。何と何。肩こりと腰痛。不公平すぎるよ神様。肩腰の痛みに貼れば直に効くフェイタス。久光カエル亭の中野です。毎週火曜に更新しているオールナイトニッポンポッドキャスト、カエル亭の殿様ラジオをぜひ聞いてみてください。それでは時間まで僕の相方岩倉さんの明け方に聞こえてくる鳥の鳴き真似お楽しみください。いっす、なんかあ、ストーンズロール、ストーンズロールナイトニッポンサタデースペシャルを聴ける皆さん、どうも、田中ジュリーです。久々のジングル提出でテーマもありて、で、なんか、あるんですけど、とりあえず回しちゃうんですけど、時間がね、提出の締め切りが近すぎて。テーマとかがもう、それね、信じられない、もうありえないぐらい、その、クオリティ低くてもうエアされるみたいなんで、もうこれでいきます。これで押し通します。あれ、6月8日、私、買ってください。聞いてください。イエーイ。しびれたべ。しびれたべ。しびれたべ。ガチ怒られ。ふざけんな。はい、ということで、ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、そろそろお別れのお時間です。この僕たち、ストーンズからのお知らせです。ストーンズ7枚目のシングル、私がついに来週6月8日水曜日に、発売します。はい。カップリング曲、シアターは初回版 A に、本日オンエアした音楽とセピアは通常版、そして初回版 B には、Whip That Everlasting Good Times のライブ音源を収録しています。またですね、音楽は、ストーンズも出演しております。ソニーの完全ワイヤレスイヤホン、リングバッツ S の CM ソングとなっております。ありがとうございます。俺、今日、ポチりましたよ。ポチった、リングバッツ S。うん、家族分全部買った。もうさ、俺ら本当に CM 出させてもらったけど、あれ CM 感覚じゃなかったもんね。あ、もうあの機能が素晴らしすぎて、みんなに使ってほしいと思って、バーってまとめまして。ああ、いいね。俺も買おうかなって。まあ、セピアとか音楽、まあ、シアターとか、そういうのあれに上がってるよね。YouTube にちょっと上がってるんで、視聴もできると思うし、まあ、気になる人いたら、ぜひ、そうやってチェックしてみて、ぜひ手に取ってもらえればなと思います。そしてその後最新情報は、ストーンズ公式ホームページ、Twitter をチェックしてみてください。そして番組では、コーナーやリアクションメールを送ってくれたリスナーから、抽選で6名の方に大好きリチャードさんデザインの番組特製ステッカーもプレゼントしています。ステッカーくださいだけのメールにあげることはないので、そういうメールはお控えください。それではメール、お時間まで何通かお読みします。ラジオネーム、チュキさんからです。切ないメールばっかりで、涙が止まりません。ポエム作りすぎちゃったのメールで、私の追加購入を決めました。
最高の時間をありがとう。あららららら。嘘だろ。嘘だろ。そうだよね。あ、ピンポン。あ、そういうのがあったんだ。ピンポンのやつ。だよね、これ。そうだよね。これ、あれですよね。ピンポンで追加購入してくださるんですか。いや、そんなことも起こるんですか。いや、だから、コアファンがいるんだね、そういう。いやいや、嘘だよね。続いてラジオネーム、さくらさんからです。ラジマジ泣いた。最高だったよ。もし、現代にシェイクさんが生きてたら、間違いなく、ピンポーンで始まるミュージカル作ってたと思うよ。全員で何もかもおちょくるなよ、お前。やばいって。絶対良くない。で、絶対良くなかったもん。俺ら読んでて。読んでて良くなかったんだ。もう聞いてるから良くないだろ、そりゃ。これ音程みんな泣いてくれたわけ。ブースだけなのかな、この空気だったのは。いや、結果これが私にのね、その評判につながってんならいいんだけども。続いてラジオネーム、ジャスティン・フィーバーさんからです。とりあえず一言。ラジオはいつでもどこでも本気でやれ。じゃあ、じゃったら、じゃったら、じゃったら本気のメールをな。それだよな。俺ら本気で送れなんだからさ。本気で読んでこれなんだから。本気で求めたら本気で返してこいよな。そうよ。続いてラジオネーム、ダッチューノさんからです。コーチ、ヒルナンデスおめでとうな。なんちゃんとのボクシング頑張るな。いや、お前もういろいろごっちゃごちゃ。あ、情報量が多いラジオになっちゃった今日。やばい、ね、いろんなこと混ざって、お前が最終的になんちゃんとボクシングすることになってる。お前頑張れよ、お前。頑張るよ、違うだよ、うん。ボクシングはしないの。頑張れよ。オープニングとか最後までここまで来ると思わなかったね。真っ昼間からなんちゃん家にピンポンしてやるわけだから。かませよ、お前。教えてやるから。間に合うから火曜日まで。いくらでも教えてやるから、もう。これでかましごいよ、もう。いやいや、力みすぎないように頑張りますよ。はい、ということで一部の放送局を除いて、この後1時からはオードリーのオールナイトニッポンが放送されます。というわけで、ここまでのお相手は、ストーンズ田中樹と、コーチユーゴでした。みんな、私よろしくね。ヒルナンデスも、見てね。久しぶりだな、みんな。俺、イニエスタ様の娘と、殺生丸の双子の娘との物語が始まったぞ。歯止めに魅力、サンゴも登場するってさ。とりあえず、汎用の夜叉姫っていう漫画、読んでくれよな。少年サンデースーパーで連載中。コミックスも絶賛発売中。小学館。明治。松本潤です。明治ミルクチョコレートは、大正15年生まれ。僕が生まれるずっと前から、たくさんの人がこの優しい味に癒されてきたんだろうな。これまでもこれからもいつもみんなのそばに、明治ミルクチョコレート。島田秀平とオカルトさん、最新回のゲストはこの方です。山口敏太郎です。よろしくお願いします。著書が200冊を超えるオカルト界のカリスマ、山口敏太郎さんのディープなお話を伺っていきます。よろしくお願いします。島田秀平とオカルトさん、ポッドキャストで配信中。お聞きの日本放送、関東1都6県にお住まいの方は、ラジコを使ってパソコン、スマホでクリアに聞けます。まずは日本放送のホームページにアクセス。佐久間宣行のオールナイト日本ゼロプレゼンツ、ドリームエンターテインメントライブ in 横浜アリーナ開催決定。MC は私佐久間、出演はライムスターサンボマスター花澤香菜&モア。日程は10月29日土曜日、今度の水曜深夜3時からチケット販売スタート。日霊プレゼン。And believe me, and dream you and me kissing, and the touch I dare to see a friend of me, Sri Toro 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 Sisi, and Toro Toro Toro.
あれしれしさらしゅらあちゃらさそれエンビリシミエンビトリン You and me ひしエンブルツチャアテルシーアフリンズミシュリトロ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 シーセエントロトトロ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 久しぶりだなみんな。俺イニエスタ様の娘と殺生丸の双子の娘との物語が始まったぞ。カドメに魅力サンゴも登場するってさ。とりあえず汎用のヤシャ姫っていう漫画読んでくれよな。少年サンデースーパーで連載中。コミックスも絶賛発売中。小学館明治松本潤です。明治ミルクチョコレートは大正15年生まれ。僕が生まれるずっと前からたくさんの人がこの優しい味に癒されてきたんだろうな。これまでもこれからもいつもみんなのそばに明治ミルクチョコレート。島田秀平とオカルトさん、最新回のゲストはこの方です。山口敏太郎です。よろしくお願いします。著書が200冊を超えるオカルト界のカリスマ山口敏太郎さんのディープなお話を伺っていきます。よろしくお願いします。島田秀平とオカルトさん、ポッドキャストで配信中。お聞きの日本放送関東1都6県にお住まいの方はラジコを使ってパソコン、スマホでクリアに聞けます。まずは日本放送のホームページにアクセス。佐久間宣行のオールナイトニッポンゼロプレゼンツドリームエンターテインメントライブ in 横浜アリーナ開催決定。 MC は私佐久間、出演はライムスターサンボマスター花澤香菜&モア。日程は10月29日土曜日、今度の水曜深夜3時からチケット販売スタート。日レイプレゼン